一つまして誰かさんみたいに帽子を深くかぶり目の上に影を作ろう。ピアノの前に寝そべりドーナツをかじったろう。色鉛筆で落書き部屋に泣いたくらい。主役の館長っていう役で、声優をやってます。よかったらサンテレビ金曜日1時15分見てやってください。そんなアニマを紹介します。ベースミッキー大和田ミッキします。普段は、昼間というか、本業は、ボム山大学で准教授をやってるんだけど、キノコを専攻で、日本では3本の指に入るキノコの学者なんですが、たまに実験に変なキノコを食わされて朝まで笑いが止まれんかったりしびれが止まれんかったり、お出かけにしてくれって思うんだけど、キノコ好きな人がおったらぜひぜひおしゃべりに行ってやってください。何でも答えれると思います。そんなキノコ博士を紹介します。キノコ富山浩二富人。じゃあ最後に、ギターを紹介します。
ギターは、もちろん、途中のハッピーソーマンを見に来てくれた人は、お客さん、結構彼の店に通ってくれてるみたいで、上新庄でオカマバーやってんだけど、店の名前は青ひげって言うんやけど、ほんまに、気持ち悪いぐらい汚いオカマとかそろって言うんだけど、でもセット料金が2500円という予算なんで、あれちょっと流行ってるみたいだけど、まあ、怖いもの見たので行ってやってください。本人は、あれ中では化粧してるんで、分かんないかも分かんないですけど、でも周りは青いんで行ってやってください。ギターを紹介します。あれ名前忘れた。カモメちゃんはないな。つまみだ。紹介します。つまみです。ソラです。ソラです。俺がつまみです。じゃあ今日はどうもありがとう。あと2組楽しんでてくれ。Everybody